シリーズ最新作ゴーストバスターズフローズンサマー3月29日公開より初公開となる場面写真7点が到着。本作の重要スポットになりそうなゴースト研究所やバスターズの愛車エクト -1 エクト1、そして新たに登場する謎の男や愛くるしいミニマシュマロマンの姿も確認できる。本作の舞台は太陽が降り注ぐ真夏のニューヨーク。猛暑のビーチで老若男女が海水浴を楽しむ中、海の向こう側から突如として巨大なつららが大量出現。悲鳴を上げながら逃げ惑う人々をよそにその勢いはとどまらず、一瞬にしてニューヨークの街は氷河期さながらの氷の世界に覆われる。